ユナイテッドジャズ・ロックアンサンブルはドイツで結成されたブラスジャズロック・フュージョンのバンド。1970年代半ばにドイツのテレビ番組に出演し活動を開始する。1977年ムードレコードからレコードデビュー。コンピレーション、ライブ版を含めて全14枚のアルバムを発表。ドイツを中心にヨーロッパ各地で多くのコンサートを行った。 2002年に解散ツアーを行い活動を停止した。楽曲はメンバーそれぞれのオリジナルを中心としたものであり、ブラス楽器を大胆に取り入れたアレンジは、ハードバップ、フリージャズ、ロック、ファンク、クラシックと、あらゆる要素を取り込んだサウンド構成で、各メンバーの高度なソロ演奏が評判を呼んだ。メンバーは、ドイツ人とイギリス人を中心に、常時10人編成である。 主なメンバーは、ウォルフガング・ダウナー、フォルカー・クリーゲル、チャーリー・マリアーノ、アルベルト・マンゲルスドルフ、エバー・ハルト・エーバー、ヤン・カー、ケニー・ホイーラー、アック・バン・ローエン、バーバラ・トンプソン、ジョン・ハイズ・マンラーである。ありがとうございます。